悪いんじゃない？それは分かんないけど。勉強してきて、お医者さんをやってて、免許を持ってて、受けるなっていうお医者さんもいれば、絶対受けろっていうお医者さんもいるんですよ。確かに、ただいきなり端を外されたみたいで、もう OK ですよって言われても、困りますね。なんだ、川鉄のあの、運送屋がやってんだもんな、うん、バスカって。うん、なんか下着を取ったみたいな恥ずかしさがあるっていうふうに。ありますね。マスクしてる女性もなかなか良かったって、みんな美人に見えてね。こんなこと言っていけない。この先、一般道、信号無視待ち伏せエリアに注意してください。マスクはやっぱない方がいいですね。まあ、これ、数年後に振り返ってみて、これは何だったの、こういうこともあったんだよね、みたいなね。思い出話をしたいですね。ただナンバーを営業者にしてあるか、その白ナンバーにしたか分かんないけど、営業者だとほら2種じゃないとやれないけど、白ナンバーなら1種でもやれるから、トラックの運転手でもやれるから。でもナンバー青ナンバーしたいと思うよ。したいと思うよ。白ナンバーになってないね、青ナンバーかな。青ナンバーと思うよ。買ってください。青ナンバーなら運送屋だからさ、平成でもなく全員昭和生まれ、昭和22年生まれの広金県。ここの東京バスもやってんじゃん。同じ会社がやってるから、青ナンバーと思うよ。あ、ここのな。青ナンバーだと、入試免許してんだけどダメだ。さあ、どんな音楽の話が飛び出すか、楽しみです。それでは、広金県市、黄昏ヒットパレード、スタートです。運送屋だから青ナンバーするよな。すると思うよ。申請しなくたっていいんだもんな。黄昏ヒットパレード、この番組は黄昏流星群はビッグコミックオリジナルで連載中、専用ナブ持ってんだもんな。昭和館がお送りします。この前多分やってんのは小竹じゃねえかったから。今年で3人目だ。時代変わったね。横浜とかもやってるでしょ。レジンとかも同じ会社やってると思うから同じでしょ。中華になるんだってさ。時代変わったね。変わるのはいいけど、みんなワクワクしないんだよな。そういや、ゴルゴ13知ってるだろ。もちろん。日鉄みたいに、ゴルゴの場所で違うところもあるかもしれない。日鉄はなんか、あ、そう、秘密はなんか、ニット工とかなんかやってみてたから。あれはもう、あれでしょ、頼んじゃってるんでしょ。要するに、もうあれにバス会社に。あの、ゴルゴ13からシリーズ初の女主人公が誕生。あれと同じだろ。あの地方の自治体が、あのだと思うよ、バスタクシー会社に頼んじゃうのと、うん、それのと同じでしょ。だから校内のバスみんなやらしてるんでしょ、うん、ニットバスに。機密営業者はだって校内やるってのは、うん、ニット交通の、うん、だから昭和の名曲オンパレード、白いからだっていけねえもの、うん。なんだこの暗くなって、ここね、結構ここな人がチャリンコがあってね、まああのチャリンコは、このチャリンコの人は服とかして、ここの JFE の人だろうか、ここないよ、ぐるぐる待ってるろう。こういう人は散歩でしょ、これ。でも、よく若い女が夜、あと夜、歩ってるよ。わざわざ工業したいよ、散歩会。そういう意味では、日本は安全なんだね。うん、工業したいよね。街の中ならわかる。あれか、わかんないじゃないのか、攻撃したいとか、あの人自体が。多分最近引っ越してきたのだから、こっちこういうのができてから引っ越してきたのから、分かってんのか。わかんないけど。今後行きたいとか、自体が分かってないか。いやいや、まあ面白かったけど。でもわかるだろ、会社があんだから、みんなこっちは。みんな会社だろ。昭和の名曲について、わいわいや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 。なんか今日大変なことになってね。そしてフード会を持つなんでこんなにしないと。なんか多いね。なんかあったの知らない。今日はですね、まあ、池崎町ブルースが今出ましたけど、いつもより多いよ。こっちがシェアとなってるんですね、うん。まあ、いろんな歌が横浜を題材にして歌われているんですが、そうやもういいよ。やめとこ。この先、左折専用レーンがあります。あ、待ってんの、待ってかもしれない。やめとこ。あ、どっちでもいいけど。やめとこ。横浜とか、横浜だとか。あ、店はいっぱいから。なんかあったんだろうって。あったんだろうね。取り締まりの方、注意してください。意外とあんまりね、
かといるってことは、あんなに薄いからギャ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 下げてる。今日は誕生日なんでしょうか。まあ、一応その大ヒットしただからね、なんかあったんだろうっての、うん、出よう、あ、なんかいいとこか、競技場出よう、今回はですね、ゆきさおりさん、あ、席が全部埋まってるからさ、今ピンクマルティーニって言ってますけども、うん、ピンクマルティーニの時にゆきさおりさんがレコードの中でね、歌われましたね。世界的な、どうなんですか、ね、サッカーばっかりがイベントじゃねえからよ、うん、はい、ユキさんのあれで世界的な歌手になっちゃって、一夜それはそうですね、実はちょっと僕車がいつもより多いよ、左折専用レーンがあります。スタートにいたんですけどね、最初ピンクマティニの皆さんがおひなスタートに目をつけて、デザインに行っていて、いつもよりそういったコーナーでレコーディングを、うん、いたんですね。そうですね、ありましたね、なんかね、はい、ゆきさんのその5年ぐらい前、もっと前か10年ぐらい前に実は一度来日していて、僕もその時これもうこんなに電気がついて、はい、あんだけなんだストップランプ、いよいよ来年勝負だという時に和田博さんが亡くなってしまったので、それがお蔵入りになってと、だから結局あれが続いていれば僕は世界的な男になっちゃった。全部たら赤すぎるけど、全部たら赤すぎるよ、完全にポシャってしまったというか、いや昔の車座みんな電気ついたんだよ、忘れたコンジュがピンクマーティーセルシオの頃だと、ね、バーッとニュースになったので、それも骨折なのかな、こんなに減らしてストップランプもテレランプとかバックランプ、ストップランプ減らして骨折なのかな、あ、それは知らないけど、あの方たちってなんかハーバード大学とか、あとインテリの方もいっぱいいるんですよね、すごいインテリで、もうマヒナに目をつけたのも海外でその中古レコードで、あんなに電気つけなくてもいいと思うけど、日本の楽曲もいっぱいいる、ね、それはそれで、そうですね、あの中にね、はい、日本人は電気いっぱいつくの好きだから、俺も好きだね、はい、では聞いていただきます。これもともとの橋本潤さん作詞の鈴木恭平さんというゴールデンコンビが作ったんですね、はい、これを今回は雪沢さんの歌で聞いてください。僕には寂しいと思う、うん、え夜中、じゃあ布団の中とかで電気消して携帯いじったら俺怒りに行くから、絶対寝なんで、ね、携帯いじっちゃダメだからね、アラームつけるイメージだと、めちゃくちゃ面白い、なんか今からじゃあ5分だけいじるって考えたら、終わりのアラームつけて、で、それで絶対寝るとかね、そういうことしたら、まあ寝れるようなのかな、まあちょっとこう寝れねえなって思う時もあるけど、目つぶったりいつの間にか寝てたり、あと1分目を閉じるだけでだいぶなんかね、睡眠効果につながるらしくて、うん、それも大事なんです。だから目をつぶるのはいいことかもしれないね。はい、ということで、りんちゃんさん、なんかいろいろと大変かもしれないけども、ね、健康的な、ね、日頃の生活を送ってほしいなと、たくま願っております。頑張ってね。はい、ということで、メールの紹介はここまでです。以上、アーティンドイのコーナーでした。これは一回り綺麗だけど、こちらですね、まだ新しいのが来てくださるゲストさん、新しいのかしらね、一回りがずいぶん綺麗だから、今車検やったってことしたらこんな乗らないもんね、その他待ち伏せエリアに注意してください。その方が出ている作品のもし塗れば町の修理屋だよな、うん、今回出すんですけど、こちらですね、パーロン大学だから、もしかしたらこれ生産中心になるらしいから、うーん、これ聞いた時にね、在庫車買ってなかったね、これな、下回りがずいぶん綺麗だからよ、大学だとああいうこのとこ雨降ってないからさ、ちょっと前に買っても綺麗だけどさ、町の修理店から買えば在庫に在庫あるかもしれない、いろいろとあれなんですけども、すっごいやっぱ聞いた時に町の修理ならね、あれされてね、うん、何台か受け持ちさせてね、うん、買い取ったのがね、群馬と同じで千葉もあるだろう、こっちのあれはダイハツマークついてるから珍しいもん、ダイハツなんで、大体トヨタマークついてるんだけど、このダイハツで作ってんだろ、ダイハツ製だよ、ダイハツのマークついてるんですが、ダイハツの代理店から買ったんだろ、だと思う、この前だ、あれ買ったのね、ハイゼットじゃなくて、うん、K の、うん、普通車にしないよと言われたんだろ、これ
買うだったら K の方がいいけどね。俺はこれ買うだったら K 買った方がいいと思うけどね。それは乗ってる人に言わなくちゃ言ってもしょうがない。K から比べたらやっぱこれ買った人はあの3階のうちと同じで相当違う方がはずだもん。あのうちだってグレードは低いけどさ、うん、一番安いやつかもしれないけどやっぱり K も一番安いやつだったから、うん、やっぱ違うと思うよ、うん、乗ればだってあそこのうちだって月に一遍ぐらいはどっか行ってるみたいだもんな、うん、遠くは行かねえんだよな。だから千葉県内のあれだろ、うん、だと思うよ。あの人の店じゃ鴨川とか例えば相当長距離なんじゃないの、うんうん、まあそうでしょ、うん、でも夫婦で買い物行くんだよ、ある車で、うん、あのマルビアには行かないんだよな、うん、向こうのあれなんつうのミスターマックスね、ガードンとこの、うん、あそこ行くんだよ。あそこの中会計かなんか持ってんじゃないの、ポイントカードかなんか持ってる。まあそうなんだろ、うん、お送りしているサマーキュー、今夜のゲストはニューシングル、可愛くて意地悪しちゃうリリース。スーパーで結構入荷が違ったりするから、店帰るとイオンに置いてるものがあるとか、自分買ってるものがある。それはあるよ、あそこ、あそこヤオコって言ったっけ。ヤオコが、うん、俺はイオンしか行ったことない。なんか自分がいつも買ってるものがね、うん、そこにしかないとかあるかもしれないよ。それはある、それはある、それはスーパーによって違うもん。理由分けるのめんどくせえから、そこ行ってかもしれない。そういうのはスーパーによって違うもん。スーパーによって違うもんね。